大阪大学大阪大学総合学術博物館大阪大学総合学術博物館は大阪大学によって設置されている博物館類似施設。戦士時代の出土品から最近の先端研究の機器や標本まで大阪大学が有する様々な学術資料を管理し公開することを主な目的として2002年4月1日に設置された。 これは、旧帝大の付属博物館として、最後発である。組織としての設置より2年以上もの間、展示施設を持たない、書類上の博物館であったが、2004年5月に、初めて移行館内に常設展示室を設置した。2007年8月、展示施設、町金山修学館を設置し、常設展示は修学館にて行われるようになった。 修学館の建物は国の登録有形文化財である。町金山修学館にはカフェとミュージアムショップも併設されている。2011年に大阪大学創立80周年記念事業による異号館の改修工事によって大阪大学会館となった。大阪大学会館には総合学術博物館の事務室や歴史展示室等が設けられている。研究。 教育部資料基礎研究系研究、教育部資料先端研究系研究、教育部資料情報研究系資料部大阪大学、総合学術博物館町金山修学館、大阪大学総合学術博物館歴史展示室、常設展とは別に企画展、または特別展も期間限定で行われる。ありがとうございます。